はよく戻ったな。一杯おごらせてくれよ。皆様こんにちは。ハースストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。本日のクエストハンターが命じて支配はいつかやるとしまして、今回は前回の続きとして闘技場をやらせていただこうかなと思っております。現在7勝1敗というところですね。決してこのデッキは自分で言うのもなんですけど、あんま強くないと思います。にもかかわらずここまで来れたのは一人に運が良かったから。こっから先は修羅の道でございます。早速やっていきましょう。プレイと結構ですね、精神的に追い詰められてますよね。こっから先の世界っていうのは知らないんですよ。つまりですよ、海で泳いでいる時にこっから沖には行っちゃいけないよ、昔よく言われました。しかしそっから先何があるのか、宝の山があるのか、地獄のサメがいるのか、そういったところでございます。さあ相手の方レクサー、珍しいですね。バーサスレクサー、ハンターが出てくることは非常に稀。しかしここで勝率が近いところの人が当たるってことは、まあ猛者である可能性は高いですよね。ただこれキャラ的に相性が多分いいと思うんですよ。だからちょっとこのまま行きたいです。マットボンバーがいるから思念ダッシュをちょっと残しておきましょう。いなかったらこれを交換してましたね。マットボンバーがやられると、あーでもまあまあかな、悪くないですね。1ターン目にマットを出して2ターン目に、シュリンクマイスターという感じですかね。しかしね、マットボンバーで倒したくないですね。でもやるしかない。ウーファイア、はい、ワンツースリーと平和な世界いいと思います。何を引いたんでしょうね相手の方、それ次第ですね。はい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 、これはもう倒しましょう、倒しましょう。だってうまくいくやろね。相手の方がね、どんな、手札とか分かりませんけれどもですね、これ単純に倒したのはでかいと思います。ただね、2体をねパンパンってやられるのきついですね。さあこれ出てくるのはそういう感じか。なるほどなるほど。これはねミニオンを放っておくとちょっと厳しいところがありますんで、ヴィレン行きましょうか。とりあえずここを取ってそうですね、もうミニオン減らしていくパターンでいきましょう。本来はテンポを取るためあんまり良くないんですけれどもですね、うん、まあちょっとこのプランで今回打ってみましょう。雲戦車非常に強いですね。まあでも毎ターン倒して回復しておけば悪くないんじゃないかな。ボーンガード出して倒して回復してで防御力も増やして殴ると。ハンターはですね、まあ、とりあえずいろんな秘策が強いんですけれども、それが来ないか、あ強い、それはきついな。そうなりますよね。ではではここでどうするかというところですね。まあ秘策が強いし全体を焼くっていうことがあんまりできないんですね。単体を焼くかもしくは2体という感じですからね。まあここで殴ってで回復させてで殴って、まあこれかなり優勢だと思います。自分ででもなんですけどね。で回復させて魔獣座ですかね。かなりいいんじゃないでしょうか。ハンターでこれを覆すのは厳しくない。強いの出てきたな。あれはもうほっときましょう。あれはもうほっときましょう。いらねえ。実地試験じゃよ。死に直面せよ。することないですよね。これでデスロードさんとか出してもちょっと危なっかしいんで、まあ余計なことはしないようにしときましょう。ターンエンドで。このデッキって強いのかな。とてもそうは思いませんけどもね。これハンターでここを覆す手はないです。自分の知識、そうですね。マジか、トントン拍子ですね。マジか。
プリスト強いのかな。じゃあ行きまーす。発症しました。プレイ。いやでもね、白い歯見せませんよ。12勝まではまだ4勝というね、しかもかなりの猛者しかいないという状況ですからね。いやでもね、これ今回はすごくね、自分にとって勉強になってますね。このペースのままいけるってことが自分にとって、まああり得るっていう風にね、今後なっていくわけですからね。これまで5勝しかできなかった人間が8勝できるようになってるんですよ。ピックもだからこれでいいと思うし、プレイングもまあまあ、プレイミスもありますけども、いいということなんでしょうね。さあ、相手の方。さすがにモサの方ですよ。金色の枠。あなたが招いたのよ。光が勝利をもたらさん。噛み合わない会話。これはですね、手札的には、ギルブリンストーカーが非常に強いんで、ここは残し、ウルフライダーもまあ、相手取るにはいいでしょうね。できれば、ニコストの、ミニオンがもう一体欲しいところですけども、まあ、高望みはせずに、これで行きましょう。これはね、ちょっとね、さすがにね、空気的に負けるような気がします。手札いいですけどもね。これはですね、コインを使う必要性はないですね。まあ、次のターン相手もミニオンなんか出す。多分メカとかじゃないですかね。うわ強っ。それはやばいよ。相打ち取りましょう。で次のターン、これで相打ち取って次のターンに、まあシュレッダーでしょうね。そうですね、相打ち取ってもしょうがない。またシュレッダー、あでもカルトなのかな。いやシュレッダーだよな。シュレッダーですね。テンポ取りたいですからね。現状はまあ五分というかやや有利ですね。いやーこれがわからん。殴ってくるということは、まあでもそうっすね、ここはまあ鏡読みで出すしかないでしょうね、キュレーターを。展示会にようこそ。難しいな。鏡じゃない。なるほど。なんだろう。アイスバリアですかね。終わったよ。あ、マジか。貴様よ、我が方向を聞け。ワウ、やべえ、ワウ焼かれちゃう。あ、これ結構厳しいですね。さすがモッサーの方。さあここでディンゴが出てきました。どうしようかな。ドローしますか。ガンガンガンとドローして 1,2,3。 あーでもきついか、倒しきれませんね。決断しなきゃ、決断しないとダメですね。いやこれ厳しいな。ウルフライター、あーそうか、これを出して3点にすればいいのか。これで一応倒せて、で3のミニオンを出して相打ち取ればいいのか。あんまり良くないですけどね。この新薬は気に入るはずだ。そうそう、それに触るでね。我が方向を聞け。決断します。突撃準備をした。俺の刃を食らえ。相手がですね、明治じゃなければね、あのミニオンとして使いやすいんですけどね、ウルフライダーは。だ明治ですとね、やっぱ出して相打ちを取る以外の使い道がないですからね。真実こそ我の盾。やばいの出てきたな。厳しいな。これ厳しいな。奮い立て若者、昇進は近くにおわす。これでターンエンドですかね。
触っといた方がいいのかな。いや、単炎ですね。あれをなんとかする術は、まあそもそもプリーストにはないですよね。攻撃力4のミニオンってとにかくきついですからね。埋葬入れるしかないんですけど。あー、それきつい。いやー、それきついわ。それはきついわ。ちょっとね、それ考えてなかったっちゃ考えてなかったですね。いや、どうしよう。いや、どうしようかな。何をするべき。相手に手が4か。カルトでいいもん引きましょうか。団結か、死か、それとも両方か。我らを見守っていてくだされ。やっぱ殴っといたらよかったですね。で、残り3だから、フレームストライクもう1枚だったらもうちょっと厳しいですね。これは呪われし者覚悟は良い。いや、どうなるんだ。で、相手の方多分いいピックしてますね。こいつは厳しいな。3オーカーね。いやー、そりゃないよ。参ったな。ドローしますか。はい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 。デスロードさんか。っていうか、やばいな、フレームストライク2枚か。しかもあんなにパンパン使ってくるってことは、もしかしたらまだあるかもしれませんよね。これ相打ちじゃないかな、もしくは焼きがあるのか。相打ちか。フォーリンの場、難しいとこだな。どうすっかな。相打ちを取ってあいつも倒さなくちゃいけない。いや、きついマジで。これででも腹ペコドラゴンで出したやつも2ダメージで倒せるといいんですけどね。でも運ゲーで出すしかないでしょうね。順番逆だったな。終わったよ。今日は女王らしくしなくてもいい日。手札1枚持ってない場合、敵の色2ダメージ。あ、さすがにこのテキストは発動することなさそうですね。しかしちょっときついな。いや、あの超劣勢ではないんですけど、まあ勝率 50% 切ってますね。これはさすが相手の方うまいな。うまいっていうか、フレームストライク2枚でしょ。しかもあの雑な打ち方は5か、それとも、それかもしくは羊が手札にあるのかなっていうところは感じますね。さあ、これで、おお、結構いいのきましたよ。さあ、ここでヒロパ来て、全然状況悪いですけどもね。これはうまく使っていきたい。まあでもデスロード出すしかないかな。デスロードの体力を上げてって感じかな。我に死の恐怖はない。まあ、レプラノモってことでもいいんだよ。気持ち悪いよ。終わったよ。これは耐えきれば勝てますね。耐えきればね。腹ペコのドラゴンで出てくるのは、あ、これもゴミでしたね。ハンデルケーキ、回復はありがたい。ヒロッパでやられるでしょう。え、殴りますか。悪くないっすよ。マジ悪くない。落ち着け。ここマジ大事ですね。ホーリーノバでできるだけ多くを倒さなくちゃいけません。
落ち着いてくださいよ。あんま倒せないな。まあ、こうしてこうこうして、で、まあいいか。ノバでしょ。え、これあるんじゃないか。勝ちあるぞ。決断します。で、ベンチャー兵。これあるっしょ。相手の方次第ですけど、ヒロパをここに打ってくる。これは分かりませんね。どうすかな。この辺でも出してみましょうか。メイドよりご挨拶。回復しましょう。で、殴る。しよう。いける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 。多分ですね、ファイブかなんか持ってるんですね。はぁ、もうおかしいだろこれ。なんだこれ、なんで、もうなんだそれ。どうしよう。6点で5点11、あれ終わってるじゃん。やったー、勝ったー。よし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 、いける。10勝したいなこれ。強いのかな。マジか。ブレイングあんまり良くないですけどもね。てか、運がいい。運がいいですね。ピックは、ピックもあんまり良くなかったかなと思うんですけどもね。よし。かなりいい調子でございます。アンドゥイン、バーサス、バリーラ。バリーラね。まあ、決して相性は悪くないと思いますよ。あのね、ローグ使いの人はね、みんなね、パラディン嫌いだって言います。おー、いい手札じゃありませんか。このままでいいですよ。さあ、1ターン目になるを出すかですよね。相手の方が何も出さないならボーンガード。ミニオンを出すようだったらマジューザーですかね。いや、ちょっと違うな。バリアですからね。みんなクリスマスのカードバックですね。綺麗、可愛い。それなんだ。あ、こいつ出ちゃうんだ。でもどうせやられちゃうからな。メイドよりご挨拶。メイドよりご挨拶と。一旦目としては悪くない手でございます。プリステス使いどころあんまりないな。はい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 。なるほど。となると祝福しましょうか。こうしましょうか。こうすると両方やられないですからね。死に直面。ああ、でもそうか、剣を装備してやられちゃうんですね。いや、でもそれでも全然いいんじゃないかな。それでだって3マナある状態で、そう、ダガーを装備させるっていうのはかなりテンポ取る意味ではいいですからね。で、次のターンに、そうっすね、まあデスロードですかね。我に死の恐怖はない。死に直面せよ。
次のターンにアルガス手札じゃ結構これいい調子ですよね。まあ相手の方の手札次第ですけどもね。さあここでどうなんでしょうか。このドクロの間かわいいなあ。ここって言っても分かんないか。敵のターンって書いてあるところのカードの上とカードの下ですね。さあ何でしょうか。どの手で人型ご心配無用、はいはいはい、兵隊が馳せさんじましたぞ。これはねいいっすね。かなりいいですね。どうすかな。ただねあんまりずっと敵をね増やし続けるのも良くないんで、これでしっかりと戦いたいところではありますね。まあでもアルガスかな。我が盾はアルガスのために。死の死に直面せよ。ぶっちゃけ俺でもローグのカードってあんまりわからないな。体力9をこの段階で、あーまあ暗殺はしょうがないですよね。暗殺はこれはしょうがない。うーわめちゃめちゃしてくるな。一気にきつくなりましたね。これマジきつくなりましたね。これは引きが良すぎるでしょう。まあいいですけど別に。なるほどね。そして1,2,3でやられちゃうか。そしたらウルフライダーで殴っと、いや違うな、後のこと考えた方がいいな。でここちょっと殴りましょう。どうしたよ。でちょっとね長い目で見て、これ一回確か前にやった時にこれでなんかちょっと倒しきりたいと思って焦っちゃったがために負けちゃったんで、ここはちょっとじっくり目にいきましょう。まあミニオン全体に1点ダメージ与えるとかもありますけどもね。まあでもこれだったらね、ちょっとねシャドウフィンドを生かしておくと相当いいんですよね。でそうするとこの試練ダッシュとかもねかなり相性はいいですから。結構まだ優勢ではあると思いますが、相手の方手札多いですからね。さあまた暗殺でしょうかね。まあやっぱりここまで来るとさすがみんなねピックがいいですね。はい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 。これは全然悪くないな。OK かな。 OK。 はいはいはい。来てるうちに死ねんだし、いやー どうしようかな。何をするべきか。これでスナックリ、あれこれ、え自分がカードを引くたびそのカードのコストを1減らす。え今引いた。あそういうんじゃないんだ。またテキストのこと分かってなかったな。こいつはやらかした感がありますね。突撃準備をした。俺の刃を喰らえ。ヘドロゲッパーなんか握ってるんだ相手の方、やばいっすね。イカれた錬金術師使ってたらねこいつ勝ててたんですけどもね。裏切りの使い方雑だな。さあこっからですよ。スナックリアでも使えないな。はい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 。これははいはいはい。だから俺たちの役目はぬるぬる。頑張りますよ。ちょっとねきつくなってきましたね。てかスナックウリがあるってことだからちょっと攻めきれないと
後半きつそうですね。多分相手の方の方がカードのピックがいい雰囲気がありますからね。ここどうするかだよな。でも相手を殴った方がいいですよね。なじゃとめ回復か。 TC130 精神変転機作動開始。スナックリ出せないな。ここはゲッパーかな。ゲッパーですね。ゲッパーと執行に同じターン出すことができませんからね。ゲッパー出して回復かな。でも行かれてみましょうかね。行かれ、この新薬は気に入るはずだ。いや、ただの22ミニオンとして使います。ありがとうよ。なんだあいつ。はい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 。さあこれでこっち行ったー。お見事ね。いやー神引き。ちょっと止め。いやーよかった。ありがとう、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。